どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日なんですが、一つ更新来ておりまして、12月5日から始まりますプロスピ交流戦事前エントリーが受付中となっております。5日から来るイベントはこのプロスピ交流戦というような形となっております。ですのでこのイベントに参加するためには事前エントリーが必要となってきますので、しっかりとエントリーするようにしておきましょう。このプロスピ交流戦なんですが、イベント始まった際にはまた動画としてあげようと思っているんですが、普段の累計報酬だけでなくコインをがっつり集めることができるようなイベントですので、皆さんしっかりと事前エントリーしておきましょう。それ以外ですと、今週もスピリーグ開催しておりますので、動画視聴で5エナジーを獲得することができますので、動画自体をがっつり見なくても押して戻ってくるだけで5エナジーもらえますので、皆さん獲得し忘れのないようしっかりと5エナジー獲得してください。はい、ということで本日なんですが、もうサムネタイトル見てもらったらわかるように、今来てるイベントプロスピヒーローズの累計報酬すべて獲得できましたので、 S ランク OB 契約書第2弾のものこちら引いていきたいと思います。 OB 第2弾、私こちら累計契約書一発勝負となっておりますね。ガチャは回さないので、年始の福袋に対してエナジーは取っておいて、エナジーは貯めておりますので、 OB 第2弾は第1弾同様一発勝負、累計契約書での一発勝負となっております。で、累計契約書引いていく前に、もうプロスピヒーローズで A ランク育てまくってしまったので、完全移行した際の契約書開封で A ランク契約書結構開封したんですが、それでももうちょっと足りなくなってきて枯渇してきてますので、まずは A ランク契約書とかこちらを引いていこうかなと思ってますね。 S ランク同様 A ランク契約書も今確率としては欲しい選手出ているのでしたら、狙える確率がかなり高いので、欲しい選手いるのであればどんどん引いてください。まあ今だとやっぱソフトバンクの選手とか欲しいかな。限界突破とか称号用とかで A ランクの選手はどんだけ持ってても嬉しい。スキップしようかな。はい、村上、あ、悪くない。西川、悪くない。岡本、悪くない。いい選手ばっか。田中、ジャスティス、悪くない。いやー、こうやってね欲しい A ランク選手出てくれるのはかなり嬉しいところですね。で、 A ランク自チーム契約書も引いていこうと思うので、3枚かな、3枚あったので、ここは自チームはソフトバンクにしていこうと思います。さあ、ソフトバンクにしてきまして、 A ランク自チーム契約書3枚引いていきたいと思います。ソフトバンク欲しいね。オスナ、オスナ、オスナ、まだ A ランク何枚、1枚だか2枚、違う、2枚だか3枚なんで、もう2枚ぐらい欲しい。オスナ、オスナ、オスナ、1枚でもオスナ来てほしい。はい、オスナ、おい、栗原、悪くない。オスナ、つもり、悪くない。オスナ、和田、悪くない。で、こっから大本命の S ランク契約書を引いていくんですが、ちょっとその前に称号チャレンジやっていきたいと思います。称号はこの前ちょっと微妙なものがついてしまった山岡、アニバーサリー第2弾の山岡やっていきたいと思います。いや、正直ね、この山岡は今請求プラス2で9位マイナス1でしょ。請求プラス1つくだけで、9位請求同値になるんで、ちょっとね今の称号は個人的に不満です。ただ極意書はつけずに狙っていきたいと思います。さあ、お願い、請求プラ1でいいね。あ、まずい。いやー、まあこっちかな。山岡の A ランクって今出てなかったはずだよな。うん、出てないですね。まあ山岡 A ランク今後出たら、出て獲得でき次第また称号チャレンジはやっていきたいと思います。9位請求同値への道はまだまだ長いといったような形ですかね。さあ、それでは OB 第2弾、累計契約書引いていくんですが、今回 OB 第2弾の私の狙いとしましては、1番は高橋由伸、巨人高橋由伸ですね。最強ライト、ここはねちょっとそろそろ持っておきたい。で、それ以外ですと、まあ、日ハムの糸井さん、糸井さん欲しい。西武の保足、この3選手だったらかなりいいところ。まあ1番は由伸、
で、まあ、吉野部出たら吉野部をライト起用で、この前、ミキサーで当たったギータはセンター起用で、ニチャム糸井さん当たれば糸井さんをセンター起用でライトをギータ起用っていうような形かな。マジで糸井さんか吉野部、このどっちかが出てくれればめちゃくちゃでかいところですね。で、まあ自チームはそこまで確率としては変わんないんですが、巨人で行ってみたいと思います。はい、自チーム巨人にしてきまして、一発勝負 OB 契約書引いていきたいと思います。吉野部出れば、今回の選択契約書含めで A ランク5体集まることになるので、極みは作れるような形ですね。糸井さん当たったら A ランク0なので、まあ、OB 選択契約書で糸井さん選んで、で限界突破コーチ3枚ぶち込んで極みかなっていうような形ですかね。まあ限界突破コーチ使わなくていいのが吉野部っていうような形です。1番は高橋由伸。いや、 OB 第1弾がちょっとね、オンドルセクと微妙な当たりだったんで、ここは使える選手が出てくれればめちゃくちゃでかいところ。それじゃあいきます。 S ランク OB 契約書一発勝負お願いします。くー、打てば由伸、打てば由伸、打て調子、調子打つんだ。演出微妙。いや、打たん。じゃあ糸井さん、お願いお願い。うわ、ローズ、ローズも悪くはない。ローズも悪くはないですね。セカンドローズ、まあと、ローズが当たったので、まあローズはちょっとセカンドで使ってみようかな。なので OB 選択契約書はローズ取ろうと思います。はい、ローズ、はい、ローズ、はい、といったような形で今回は S ランク OB 第2弾の累計契約書引いてきました。まあ結果はローズで、まあ第1弾同様外国人っていうような形でしたかね。まあまあまあ、ローズはねちょっと使えるかな、まあ、今後育てて使っていこうかなと思います。皆さん今回累計契約書狙いの選手出たでしょうか。いや、吉野部はまた来年っていうような形ですかね。はい、ということで本日は OB 第2弾累計契約書引いてきました。今回の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。